ビリー・ニコラス・ウィリアムズは、アメリカ合衆国テキサス州ガルベストン軍ガルベストン、出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシカゴホワイトソックス参加所属。愛称は、ニッキー・ダブス。2012年の MLB ドラフト2巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。 四十八試合に出場して打率、三百十三日本塁打二十七打点、十五盗塁を記録した。二千十三年は、A 級、ヒッコリクローダッツでプレーし、九十七試合に出場して打率、二百九十三十七本塁打六十打点、八盗塁を記録した。二千十四年は、ルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズ、A 級マートルビーチ・ペリカンズ、 a 級フリスコラフライダーズでプレーし、3球団合計で112試合に出場して打率。283、13本塁打、74打点、6盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2015年は a 級フリスコでプレーした。7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。 フィラデルフィアフィリーズ時代2015年7月31日に、コール・ハメルズ、ジェイク・ディークマンとのトレードで、マット・ハリソン、ジェイク・トンプソン、ジェラット・アイコフ、アレク・アッシャー、ホルヘ・アルファーロと共にフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。移籍後は、参加の AA q レディング・ファイティン・フィルズでプレーし、移籍前を含めて2球団合計で119試合に、出場して打率30。303。 17本打、五55打点、13、盗塁を記録した。2016年は、トリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、125試合に出場して打率。258,13本打、六64打点、6盗塁を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2017年も開幕からトリプル A 級リーハイバレーでプレーし97試合に出場して打率285、15本類打、67打点3盗塁を記録した6月30日にメジャー初昇格を果たし同日のニューヨークメッツ戦にて6番左翼手で先発出場してメジャーデビューすると以降メジャーに定着した 7月9日のサンディエゴパドレス戦ではトレバー・ケイヒルからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは83試合に出場して打率288、12本塁打、55打点、1盗塁を記録した。2020年8月11日にディーフとなった。2020年8月15日にウェーバー工事を経て新シシナキレッツへ移籍した。 9月15日にリーフとなり、18日にマイナー契約となった。オフの11月2日に FA となった。2021年1月15日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだと報じられ、18日に正式公示された。シーズンでは4月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 だが、4試合に出場して10打数無安打と振るわず、4月15日にリーフ、17日にマイナー契約となった。高い身体能力と超積極打法からアダム・ジョーンズ2世との評価もある。父親はアフリカ系アメリカ人、母親はメキシコ系アメリカ人である。ありがとうございます。